日本代表のフォーメーションをご覧いただきましょう。注目のサントス・アレサンドロ、そして市川大輔、この2人をいきなりスタメンで使ってきましたトルシエ監督です。西澤、柳沢の2トップに森島のコンビ、そして戸田と福西のボランチ、3バックは左から中田浩二、宮本恒康、そして松田直樹、ゴールキーパーは楢崎です。果たしてこのアレックスがどのような新しい位置を日本代表に注ぎ込んでくれるんでしょうか。そしてウクライナ代表はこのスタメン11人中10人があのヨーロッパワールドカップ予選を戦った強者たちです。さあ、いよいよ今年の最初の船出ということになります。長居スタジアム、日本代表対ウクライナ代表、前半の45分が始まります。左にエンドを取りました日本代表、もちろん本番と同じこの公式球が使われます長居のピッチです。ワールドカップグループ H 日本の第3戦、チュニジア戦は6月14日ここ長居スタジアムで行われます。前半が始まりました。さあ、注目のサントスだ。いきなり相手陣内に切り込んでいきます。長いボールがまずこのサントス・アレサンドロ、アレックスに渡りました。放送席の解説は金田信俊さん、そしてピッチサイドの解説は水沼貴史さんでお送りしてまいります。なんと言いましても金田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アレックスと市川の2人が今日はスタメンで出場ということで非常に楽しみですね、はい、そうですね、まあ、彼らが自分の特徴を、ね、はい、出し切ってほしい、アピールしてほしいということもあるんですけど、やはり彼らの才能を周りの選手が引き出すようなね、はい、そういった攻撃におけるコンビネーション、あるいはディフェンスにおけるコンビネーションカバー、はい、この辺はやっぱり見てみたいですね今日はね。そうですね、はい、一方のウクライナはスーパースターのシェフチェンコこそ来てはいませんが、この11人のほとんどのメンバーがあのワールドカップ予選ヨーロッパの厳しい戦いを戦いました。そして最後日本そして韓国へというワールドカップ出場をかけたプレーオフで涙を飲んだわけですが、これは抑えてはありません。スピードがある、ウクライナ日本のゴールに迫る。さあ、ボロベイですが、シュートは吹かしてしまいました。早いですね、早いですね、さすがに。今11番のシュートを打ちましたアンドリー・ボロベー、ゴールを守るのは楢崎ですが、この選手がワールドカップ予選あのドイツとのプレーオフにも出場していました。清水さん、はい、ピッチ水沼ですが、今のラインね微妙ですよね。やっぱりその辺立ち上がりにそのラインコントロールがちょっとミスすると勇気を持って上げられなくなるっていうのが怖いので、はい、その辺は早く修正してほしいですけどね。さあ、森島です。森島からのパス、アレサンドロ、しかしこれは倒されましてフリーキックを得ました。いきなり金田さん、スピードが生かされるようなシーンがありましたね。本当はあのアレックスはね、はい、ワンタッチでボールが欲しかったんですよね、はい、ところが1回持ってしまってギリギリのオフサイドっていうところのシーンでしたけど、相手がファウルしてもらったんでね、はい、ここでリスタートもらいました。これ大きなチャンスですよ、はい、さあ大きなフリーキックのチャンスを得ました。前半の2分が経過しています。日本対ウクライナ、まだ上空は少し明るさが残っています。ゲームが始まりました。ゴール前、西澤がいます。柳沢、そして福西も上がっている。市川もいます。さあ、早いボールが入ってきた。惜しいボールですけどね、キーパーが防ぎました。さあ、市川がディフェンスに戻ります。スピードがあります。ウクライナの左サイド、日本陣内に入ってきました。ボロベー、そしてシシチェンコがずっと詰めてきましたが、ここは松田がゴールキーパーの楢崎へ。そうですね、はい、あのウクライナの方はトップのボロベ、それから7番のシシチェンコ、はい、まあ、ズボフ含めてですね、かなりこう中盤と前線の選手はスピードありますから。そうですね、あんまり大きくはないですけどね、スピードありますよ、はい、そのウクライナのボールが今日本陣内に入ってきました。長身の金髪の貴公子伝としているのが不審です。そして前へボール、こうやってすぐ日本代表の高く上がったラインの裏をついてきます。それでは日本代表のスターティングイレブンをご紹介しましょう。ゴールキーパーは楢崎です。ディフェンス宮本、松田、中田の3バックです。中盤は森島、そして福西、サントス・アレサンドロ、そして戸田、市川、西澤と柳沢の2トップ。監督はフィリップ・トルシエです。市川は今日は右サイド、そしてベンチのメンバーをご覧いただきます。この中から今日はフィールドプレーヤーが6人プラスゴールキーパー1人の交代が認められています。中村俊輔はベンチからのスタートになりました。高原、久保といったところも出番を伺っています。ウクライナ陣内からまたスピードに乗って左のエンドに入ろうというところですが、いいですね、ここでボール奪いました。今のカット戸田ですよね、はい、戸田から今度は市川です。市川から前の西澤へ、西澤が一旦ボールを止めて、ここに柳沢がいます。今ゴール前には森島がいます。そして後ろから来ました。さあ、森島の前ですがゴールキーパーまで行きました。今のも
アイデア面白いですよね、はい、さすがセレッソのコンビですね、足元は狙われてたんでね、ちょっとループ気味浮かして相手の背後を狙いましたけどね。日本に帰ってきました西澤ですが、セレッソでも森島とのコンビで早くもゴール量産体制に入っています。長いボールの一気に前線まで来ました。この最終ライン率います宮本恒康は久しぶりのゲームなので、まずはそのラインを安定させることを第一に考えたいということを話していました。さあシーチングのボールが出ました。ゴール前にボロベイが上がっていく。日本のラインはどうか。裏にゴールキーパーの前に出してきました。奈良崎が出ています。そして日本も一気に前線へ。柳沢が行きます。これはタッチを割りました、まあ、今のクロスのシーンですけどね、はい、シシンコがボロベイに合わせてきましたけど、手前にザカルールか10番の選手がちょっとねフリーな状態でいたんでね、いわゆるウクライナっていうのは前線のボロベイをおとりにしてね第2列の選手を使うっていうのは結構ワールドカップの予選でも見せてますからね、はい、あれがちょっと注意しなきゃいけませんね。スタメンの11人中10人がワールドカップ予選のメンバー、そしてこのうち9人はあのドイツとのプレーオフに出場した強者ぞろいです。ウクライナです。いや本当にそうなんですよ、はい、確かにねシェフチェンコ、レブロフ、このいませんけど、あと一歩のところでワールドカップ出場というところまで行きましたんでね、まあ、いい選手多いですよウクライナ、はい、今日はピッチサイドは水沼貴さんです。水沼さん、はい、そのウクライナのレベルと考えまして日本代表は今日はどういう試合をしなくてはいけませんか。今立ち上がりなんですけどね、はい、ウクライナの方がすごくこうボールをしっかりとつなぎながらサイドを深くね、狙ってるんですよ。そこがちょっと怖いんですけどね、はい、ただやっぱり恐れることなく両アウトサイドは今日は攻撃的な選手なんで、行ってほしいなと思いますけどね、はい、水沼さん間違いなく日本がまずワールドカップ本番で戦うベルギーとロシア、はい、この2チームはこのウクライナと同じかそれ以上のレベル。そうでしょうね、それは間違いないと思いますね、はい、それと、まあ、その2カ国はどちらかというと右サイドから崩す形が多いんですよね、はい、ということは左サイド日本が得意としている左サイドを抑えられる形になるかもしれない、という時にこの右サイド今日は見たいですね。まずは前半水沼さんの一番近いところに市川大輔がそうです、ね、いますね、はい、彼はもう縦の運動量すごく多いですから期待したいと思います。そして今ボールを後ろに譲りましたアレックスがいます。さあ中田浩二のボールは長くゴール前柳沢がやった惜しい。柳沢先週の土曜日ジェフ市原戦で待望の今シーズン公式戦初ゴールもマークしています。柳沢と西澤そして森島の三角形というのは実はスタメンではトルシエジャパンで初めてという3人になりましたが、アレサンドスよ。さあサントスです。中にボールを入れまして、逆まで来ました。そして市川ワンタッチで入れた。西澤後ろから抱えられるような形になりました。そして福西のヘッド、空中戦には自信があります福西。そして戸田の守備です。これはファウルを取られました。ただいい形ですね、はい、大きなサイドチェンジがあって、アレックスが1対1そこで勝負をしてね、はい、今のは抜き切らないうちにクロスを上げたんですけど、フォローした森島、はい、もう一回厚く攻めて市川のクロスちょっと低かったですけど、あそこ森島がカバーしましたけどあそこ抜けてきてもいい時の市川いい時のアレックスだったら両方がクロスを上げた時にお互いがもう一回詰めているっていうね、なるほど、それぐらい両サイドが高くなるっていうところがエスパルスでの特徴ですから、はい、やっぱその辺をこのチームでねどんどんやっぱり出してほしいなと思いますね、はい、さあそしてボルベにまたボールが渡りました。全体的にこれでスピードを持って押し上げていくところですが、いいカットですよ、いいカットですよ、柳沢背中に当たった。そうですね、向こうに開いてこちらから森島も詰めていく。勝負です、勝負です。ここは西田もゆっくり上がっていく。いいです、いいです。これでなおサントス・アレサンドロですが去年の11月に日本への帰化が認められました。日本登録名はサントス・アレソンドロ、ただプレーするときには長らく親しんできたニックネームのアレックスでぜひ呼んでくださいという本人の希望もありまして、実況では今日はアレックスでも行きたいと思っています。水沼さん、はい、今アレックスが勝負をしていって、はい、相手の5番のバッシュクがすごい速いカバーリングでねいい守備見せたんですが、はい、実はあそこで仕掛けることによって中がもう一回薄くなるっていうのが日本代表のまた新しい攻撃のバリエーションになりますよね。そうですよね、もう日本ぐらい高い位置での仕掛けっていうのが見えたと思うんですよね。そうですよね。ボール奪われました。さあ向こうサイドボロベイ右足の中に折り返す速いボールですが松田落ち着いてたね。ここは松田がいます。ただ水沼さん、はい、始まりから日本の最終ラインはかなりの緊張感を強いられているのは間違いなさそうですね。そうですね、非常にウクライナやっぱりいいですよね、はい、中盤でボールをつなぎます。うまくいます。こういう中盤でのパス
スワークに加えて一気に後ろから前線へというロングボールにも自信を持っているウクライナ。今クシンが倒れました。足を押さえています。アレックスのプレー。そして今日の審判団ですが、韓国の審判団です。主審がクォン・ジョンチュルさん、副審はキム・ヘオクさんとカン・チャングさんです。第4の審判は日本の片山義嗣さんです。前半の間もなく10分になろうというところです。今日はこの森島そして西澤のコンビ、これに柳澤が加わって前線でどのような質の高い動きを見せてくれるのか日本代表です。まだ両チーム得点はありません。こちらサイドネスマチュニーにボールが来ました。左のサイドバックです。で中盤の底にいるのが8番のティモシュチュク。最終ラインのバスチュークから向こうサイドのポポフへ、もう一度バスチュークへ。日本のこの辺りのプレスはどうでしょうか。森島が行きます。一気に日本のラインの裏を狙ってきました。こういうボールがありますウクライナです。そしてボロベー繋がりました。さあそしてスピードがあります。中にボールを入れてきて、これは市川が絞ってきていましたが、もう一度ある左足不審の左シュート、キーパーキャッチ、いいキャッチでしたね。これはあの外に出すのではなくてしっかりキャッチしました。そうですね、奈良崎です。今迷ったかもしれませんけどね、弾こうか取ろうか、取れるという確信のもとにこう切り替えて今キャッチにしたんじゃないですかね。はい、これはなかなかレベルの高いプレーを見せました奈良崎聖剛です。奈良崎も1年前3月24日のあのフランス戦以来の日本代表出場ということになります。去年の11月のイタリア戦は試合当日午前中の練習で怪我をしてしまいました。残念ながら出ることができませんでした。そしてその時にチャンスをもらったのが今ベンチに座っている曽我畑仁でした。奈良崎もやはりかなり去年は自分にとって流れが良くなかったので、少し最初のゲーム全て切り替えていきたいと話しています。最終ラインからまた日本のラインの裏を狙おうというところですが、これは繋がりません。向こうサイドに開いていきました。徐々に暮れてきました。5万人を収容するワールドカップ本番の舞台長居スタジアムです。6月14日グループ H の日本の第3戦チュニジア戦が行われます。今回は直前の静岡での合宿から昨日の移動公式練習まで完全に本番のシミュレーションという形でチームは動きました。選手もスタッフもさまざまな意味でここ数日間は本番近しという思いを強くしていると思います。この辺りはウクライナがしっかりとボールをつなぎます。ティモシュチュクから向こうのポポフです。そしてまたラインの裏を狙ってきます。あの辺りを再三金田さん、はい、後ろからの縦パスで狙ってきますね。そうですね、横パスである程度ためを作って、はい、前線が動き出し始まった頃に、まあ、日本のディフェンスラインの両サイドを特に、ね、狙ってきますので、右サイドは9番のズボフ、それから左サイドは7番のシシチェンコ、はい、この辺が相当意識して狙ってるんですけど、ちょっとねパス回しをされた時の中盤の掴みがね、はい、ちょっと遅いかなという感じはしますね。日本のディフェンスですね、はいはい、こういうところですが、ここは最終ラインへ、ここで日本ボールになる。西澤です。しっかりとつなぎたい。そしてアレックスから中にワンタッチで入ってきました。長いボール、うん、これは右サイド2対1の局面できますよ。はい、福西と市川大輔のコンビです。さあ福西、これはウクライナボールになってしまいました。さあシシチェンコのドリブルです。ボロベがここに来ました。スピードがあります。そしてもう一度つながる。これはオフサイドではありません。シシチェンコペナルティーエリアの中だ。守ります。戸田のクリア、前につなぐ、つながります。柳沢そして森島、日本ここから前に西澤がいます。森島のドリブルだ。しっかりとここはつなぎます。柳沢にぶつけました。柳沢前を向く。柳沢前を向いて飛ばされた。さあフリーキックです。前半大きなチャンスを得ました。13分です。ここは柳沢が後ろからのボールをしっかり前を向きました。たまらず後ろからの反則になりましたウクライナです。さあこれはアレックスが行くんでしょうか。背番号20番が今ボールをセットしました。もうアレックスがセットした瞬間誰も寄らないですよねさあ全幅の信頼をすでにフリーキックでも得ているかアレックスです。楽しみですよこれは。壁を作ります。
センチを超える選手が7人います。長身揃いですが、ゴールを守るのはレバ右ですかね。さあどうするか。ほぼゴール正面、25メートル。日本初代表のサントス・アレサンドロ・アレックス狙った。蹴りましたがね。そうなんですよね、壁これギリギリですよね。ギリギリです、枠に飛んでいれば楽々ゴールだったという高さ曲がり方申し分なし。まずはアレックス見せました。まあアレックス本人も話していますが、金田さん、はい、来週は日本はヨーロッパ遠征でポーランドとのゲームがあります、はい、ここで今ヨーロッパでプレーをしている日本の選手4人が加わります、はい、この中村俊輔ももちろん左サイドの候補なんですが、小野伸二がおそらく左サイド入ってくるのではないかという思いがありまして、はい、アレックスは今日はぜひとも持てるものは全て出したいという気持ちでいます。そうでしょうね、はい、これはゴールラインを割りました柳沢です。トルシエ監督からもとにかくアレックスについてはもっと攻撃的にどんどん前に行ってアグレッシブさを見せてくれという注文がついています。大きなチャンスを得まして少し流れが変わってくるか。今前半の15分です。何度か日本最終ラインを脅かされるようなシーンもあったんですが、そして中盤の守備はどうでしょうか。シシチェンコ、なかなか水沼さん、はい、ウクライナもつなぎも的確で早いですよね。やっぱりうまいですよね、はい、ダイレクトプレーとか本当にうまいと思いますね、ワンタッチでボールを出そうとしている時に人の動き出しが非常に早いです。サポートの動きが非常に早いですね、でトルシエ監督なんですけど、はい、一度だけテクニカルエリアに出たんですけど、その指示は、まあ、森島あたりがボールをキープしながら前線に上がっているときにディフェンスラインもっと早く押し上げろと、あ、まあ、取られた後のねそういうスペースを与えたら怖いということだと思うんですけど、そういう指示出してますね、はい、その辺は水沼さん、一番最初にラインを破られましたよね、はい、そうですよね。ああいったところの不安感というのは多少あるんでしょうね。多分選手の中では残っちゃうんでしょうね。残るんでしょうね、しかしそこを思い切って上げるときは上げていかなければならないという指示です。松田が来ます。スピードなら負けません松田直樹。この松田フラット3の右に位置しています。心配されました右の太ももももう大丈夫ですと本人は力強く話していました。そして中央に宮本、左に中田浩二という3人です。この宮本がこのところ現在は森岡の怪我もありまして代表ゲーム続けてフラット3の中央でラインをコントロールしています。まあイタリア戦ではしっかりとあのスター軍団相手にラインを統率しました宮本。サートパス愚心、そしてシチェンコワンタッチで回していきますが、ここに行く福西のディフェンスです。サプレスがはまるか、しかしホイッスルが鳴りました。そして戸田と福西のボランチのコンビというのもスターティングメンバーではトルシエジャパン初めてということになります。ティモシュチュから向こうサイドのズボフ、そして中にボールが入ってきた。足が出ました、宮本の足です。ゴールキーパーの奈良崎までボールが行きました。一つウクライナの要注意人物としては右サイドにいるスピードのあります小柄なズボフです。身長が162センチなんですが非常にスピードがあって、ドイツとのプレーオフでも第一戦はゴールを決めました。そして日本の攻めです。ここはつなごうというウクライナ、今のあたりの水沼さん、はい、日本の追い込み方なんですが、はい、今日は立ち上がりからどんな感じですか。そうですね、まだ狙い絞れきれてないのかなっていうのが実際の僕の印象ですけどね、はい、そうですね、あのそれぐらいやっぱり球回し早いですよね。早いですね。しかし奪った柳沢、はい、今自分でうまくスペースを作り出しました。そして左足でのシュート、まあ、本当にカバーに来たね、ディフェンスっていうのを逆を取って、はい、ここから中に切り返していくわけですけど、自分でシュートコース作りましたよね。あとはインフロントかけて左サイドを狙ってるんですけど、もう少し抑えることができればね、はい、まあ、この辺はストライカーアピールしなきゃいけないんで枠には行ってほしいですよね。確かにね、今すごくいいコース空いたんですけどね、やっぱり左でしたね、あれ。そうですね、今狙ったのは狙ったなと思いますね。外、去年は大
代表出場6試合で5ゴールということで、2001年はまさに日本代表のエースストライカーとして君臨しました柳澤篤です。まあ、今シーズンはなかなかアントラーズでも公式戦でゴールが生まれなくて心配されたんですが、先週土曜日ついに初ゴールをマークしました。これはクリアという形でコーナーキックのピンチになる日本です。今日は柳澤、まあ、森島とのコンビというのもチームは違うんですが、動き出しという点では非常に楽しみです。両チームを通じて初めてのコーナーキックになります。日本はピンチです。長身揃いのウクライナの選手が日本のゴール前に上がってきました。山崎が指示を出します。ゴール前に来て、ここしっかり詰めていました。もう一度ありますウクライナです。もう一度、これはかなり高く上がってしまいました。まず最初のコーナーキックのピンチはしっかりとディフェンスしました日本の守備陣です。まだ日本はですから攻めの意味でのコーナーキックはありません。中田浩二は去年2001年はただ一人代表13試合全てに出場しました。そのうち先発は11試合です。さあポストになった柳澤です。10番のザカルルカ、激しく松田がディフェンスに行きました。10番のザカルルカはほとんどこれまで代表経験のない新しい選手です。ウクライナです。清水さん、はい、日本サイドですが鈴木秀人、そして鳩、明神、小笠原、鈴木孝之、この5人が早くもアップ始めてますよ。はい、まあ、前半からカレナさん、よく甲子園監督はそうやってベンチメンバーのアップを始めさせるんですが、これは7時まで来ました。まあ、いつ出てもいいような準備っていうのはね、はい、言われなくてもあの選手本人がやってもいいことですから、はい、まあ、特にこういう国内組でやってる時っていうのはみんなにチャンスがあると、自分にも必ず来ると思ってね、やっぱり入ったら何をしようかっていうベストコンディションを整えるっていうのは選手の義務でもありますしね。そうですね、はい、日本サイドの情報は大阪 MBS 馬野正幸アナウンサー、そしてウクライナサイドの情報は TBS 清原正弘アナウンサーです。清水さん、はい、そのウクライナですが、ウクライナの方もつい先ほど監督の指示で4人5人の選手が今アップを始めました。はい、ウクライナは去年まで代表チームを率いていました名将ロマノフスキーに代わりまして、新しく48歳のブリャク監督が就任しました。ブリャク監督にとってもこの日本戦がこれからのスタートの中で非常に重要な初のゲームということになります。まあ、そういうことを考えますと今日のメンバー構成を見ていると、はい、ディフェンスラインはディナモキエフ、そしてオフェンスはシャフタルドニツク、ですからね、コンビネーションが非常に合ってるんですよ。なるほど、すごく思いますね。そういうことありますね。ありますね。さあ日本のコーナーキックのチャンスになりました。前半の22分です。2002年の初ゴールがいつ生まれるんでしょうか。日本代表は今日が初代表のサントス、ショートコーナーを使っていきました。文西や市川が上げて反対サイド、これは跳ね返されますが、もう一度宮本です。長いボールをラインの裏へ、ゴールキーパーまで行きました。ちょっとやっぱり市川も久しぶりということもあってね、はい、本来だったらもう少しトラップワンタッチコントロールも少しスピードに乗るような形で、クロスも強いクロス、カーブのかかった、そういったボールを入れてくると思うんですけど、慎重ですよね。はい、慎重ですよ。そのあたり今日は左サイドのアレックスは何度か見せ場をこれまでに作っていますが、金田さん、やはりバランスという意味で右サイドの市川はそんなに前に行けないという状況でもあるんですか。そんなことはないと思いますよ。はい、そんなことはないと思います。そんなことはないですね、はい、持ち前のやっぱり攻撃力っていうのは活かしたいし、そこでアピールしたいと本人は思ってると思いますね。これまでのところはもうちょっとですからおとなしいかなという市川の印象なんでしょうか。あの一番最初にクロスが、ね、上がらなかったといったところで、すごく今のも慎重なクロスでしたよね。はい、確かにそうです ね。普段でしたらこうインサイドに引っ掛けてカーのボール蹴るんですけど、普通に蹴りましたからね。普通に蹴りましたからね。安くなかったんですよね。さあ、その市川だ。さあ、今度はどうだ。いいんですよ、あれね。これでいいですね。これでいいんですよ。はい、これで一つグラッと気持ちでも乗っていくでしょうか。そうなんですよ、あれを取られてね、はい、あの逆にウクライナのボールになったらまたちょっとへこむっていうのはあるんですけど、今コーナー取れましたからね、はい、次からは積極的なプレーになると思いますよ。日本2回目のコーナーキックになります。シュート狙っていいんじゃないですか。またショートですが、アレックスどうする。クロスを遠いサイド折り返せばチャンスだ。おー、さあ、また来たぞ。いや、よっしゃ、トラッ
ね、完全なパターンだと思いますね。ショートで一番大外中田浩二が折り返す、はい、そうですね。もうサンコス、アレックスに出た瞬間に中田浩二がプルアイですごくいい動きしてるんですよね。なるほど。そこで落とすっていうのも、もう森島は予測してますから、でニアサイドに詰めて、はい、でこぼれ球も自分のところに来るということで押し上げた戸田が分かってたということですね。そうですね。で柳もいい落とししましたね、はい、素晴らしかったです。ラストパスはシュートも冷静でした。冷静でしたね、はい、ラストパスは柳沢でした。ですから非常にいい形で何人もの選手が絡んだという金田さんゴールになりました。本当そうですね。いい形で取りました。4人絡みましたよ今のは ね、 そうですね。素晴らしい。まずは船出になりそうな日本、本番のワールドカップのピッチになります。長いスタジアムで先制ゴールをマークしました。やはりね、結果は市川の果敢な仕掛けからじゃないですか、はい、そういうことですね。そうですね、右サイド、そしてアレックス、うん、狙っていきます。全体的にチームに躍動感が出てきました日本代表です。表情としては冷静なトルシエ監督のここまで。ミドルを狙っていきましたアレックスです。こういったところからもどんどん来ますし、水沼さん、はい、まあ、状況によっては突っかけていってファールをもらうこともできますし、そうですね。あっとこれは裏に出られた。さあザカレルか、ザカレルか、倒してしまいました。ボールに行ってます。行ってます、行ってます。これはファールではありません。市川のディフェンス、ちょっとヒヤッとしましたけどね。はい、そうですね。まあ、もう一つ間違えると倒れたザカルルカにシミュレーションのイエローカードが出るかもしれないというようなプレーだったかもしれません。そうなんですよ、はい、特にワールドカップはね、そういったシミュレーションというのは本当にこうイエローの対象になりますから。あ、今イエローカード出ましたが、今イエローカードがザカルルカに出ました。ザカルルカの可能性はありますね。そうですね。シミュレーションかもしくはその後何か言ったか。しかし日本ピッチパーポストに行って楢崎出ます。楢崎も今日は相手のミドルシュート、プチンが打ったあのシュートをしっかりとキャッチしたプレーからしっかり落ち着いているようにも見えます。 OK 森市、 OK 森市、 OK 森市という声が聞こえました。もう日本語はもちろんしっかりと喋ることができるアレックスです。繰り返し申し上げますが、日本登録名はサントス・アレサンドロですが、本人の希望によりましてこれまでの慣れ親しんだニックネームアレックスと呼ばせていただきます。さあそのアレックスがまた行きます。後ろからまた狙っていきます。今は中田浩二の右足でしたね、左足が非常に正確な中田浩二ですが、そしてまたアレックスかわす、かわして上げようというところでした。今一連のプレーなんですけど、はい、まず戸田にボールが入った時に市川の動き出しが非常に速いんですよ、ね、うん、で出ないですけど、そこのスペースを松田が使った、はい、でそこからまたサイドを越えてアレックス行った、いいんじゃないですかね。いいですね、どんどん後ろから選手も出てくるというようないい流れになってきました。これはオフサイドポジションにいましたアレックス、絡みません。そして後ろから飛び出していった西澤、日本チャンスになります。さあまたアレックスのクロスになりそうだ、それとも勝負か、縦足が出ました、バスチュークの足が出ています。ウクライナの最終ラインのバスチューク、高くクリアしました。今は日本の攻勢が続いています。ただこういう時の水沼さん、はい、ロングパス一発は要注意ですから。そうですね、先ほど の、 ちょっとあわや PK みたいなシーンでも、はい、縦のボール一回すらせてフリックみたいなパスだったんですけど、はい、そういうの怖いですからね、これは日本のファウルです。ザカルルカを倒してしまいました。前半の28分です。日本は前半24分に戸田和幸のゴールが決まりました。戸田は代表初ゴールになります。日本代表が1点を先取しています。2002年、これから日本代表は今日含めて本番までに8試合強化試合を戦います。そのスタートのゲームです。幸先よく先制ゴールが入りました。クロスが入ってオフサイドのフラッグが上がりました。最終ラインに並ぶように立っていたザカルルカのオフサイド。水沼さん、はい、
今日は特にサントス、アレックスですけどね、はい、市川とかなり長い距離を走っていって前線で攻撃、起点を作る選手が2人いるんですけど、はい、上がった時の裏のスペースのカバーというのはどういうふうに中盤でやってるんですか、今ボランチが見るという形よりもやっぱりラインを押し上げて、はい、押し上げてまずはサイドにディフェンスが張る、はい、みたいな形を取ってるみたいですね。そうですか。真ん中2人はね、外してないですよ。ポジションをね、はい、ボランチの2人は、はい、ここも中田浩二がしっかり開いていっていましたね。アレックスはですから今は高い位置を保っていました。そして中盤福西です。こちらサイドの松田へ、まあ、そのあたりは中田浩二もあまりボランチの選手が左右に張り出してディフェンスをしなければいけないような状況はチームにとっていい形とは言えないから、そこは我々最終ラインの人間がこう左右にずれるような感じで守るというシーンを作りたいと話してはいました。さあ松田です。さあ裏を狙う動きは市川大輔。さあ来た、いいクロスが上がるか、市川が倒してしまいましたでしょうか。市川のファウルです。かなり金田さん今高い位置から行きましたね。そうですね、はい、パスを出したのはここの松田ですけどね、やっぱりこれぐらい相手を引っ張れる、はい、確かにここでボールを奪われるチャレンジしてるんですけど、ここで取られても一発のカウンターっていうのはないですから、やっぱあそこまで高い位置で両サイドが攻撃できるっていうのはある種武器になりますよね。金田さん、今日のこの両サイドを組めた日本の戦い方は、はい、確実に去年までとはやはりなかった形と言いますかね。そうだと思いますね、はい、新しいものを見せてくれていますトルシエジャパンです。何しろ初代表のアレックス、そして4年ぶり2試合目の国際 A マッチとなる市川大輔が両サイドスタメンで使われて、しっかりと結果をここまでは出しています。高い位置にいる松田です。水沼さん、はい、このところの時間帯はあまりウクライナも中盤でこういい形のパス回しという雰囲気ではなくなってきていますね。まあ、20分過ぎあたりがちょっと落ちてきましたよ、はい、うん、そうなんですよね。コンディションとかもあるとは思うんですけど、あると思いますね。さあこれもチャンスになる市川です。市川からのボール、森島がすぐに持っていきました。また日本ボールになります。市川ちょっと飛ばしすぎましたかね今そんなちょっと感じがしてますね。あ、そうですか。気持ちは分かりますよね。はい、分かりますね。独特の緊張感もありますし、その中で目一杯まずはということで市川も行ったと思います。まあ、これまで代表の右サイドウィングバックといえばずっと鳩がレギュラーで出続けていたんですが、トルシエ監督は今日は市川を使いました。まあ、トルシエ監督に言わせればもうテストの段階ではない、本番前のチューニング調律の段階なんであるという話ですが、ネシマチュニーの突破を、これは宮本のファウルですね。イエローカードが出ました。金田さんどうでしょう、あの位置でちょっと後ろから追いかけるような形になってしまって。そうですね、まあ、ディフェンスラインを飛び出していって、はい、宮本はディフェンスの応対といったところで狙いをかわされた時に、後ろから追っかけるシーンになるんですけど、まあしょうがないといえばしょうがないですよね。はい、ただ長い時間ある時の1枚のイエロー、特にラインコントロールをね統率する選手ですからね、1対1があまり無理できないっていうところありますからね。さあボールが曲がってきて、しかし日本のチャンスになります。さあこれが詰まるか、柳沢いきます。森島と柳沢です。水沼さん、はい、柳沢と森島のコンビネーションというのは非常に楽しみなところがあるんでしょう。そうですね、はい、柳沢自身も森島さんと組むと本当に面白いんだという話をしてたことがあるんですけど、今日はですからね、森氏、まあ、西澤、森氏、柳沢、非常に組み合わせ的には面白いんですよね、はい、ですから彼らがうまくキープして森島が出てくるようなスペースを作ると、これはゴール前に入ってきて、しっかりといい形での今はクロスが入りました。ウクライナです。今の冷静でしたよ、松田の対話、はい、これは日本ボールになるか。市川です。そして福西から森島がここにいます。水沼さんお話途中でしたが、本当にその組み合わせで森島がまだ攻撃的な有機的な動きっていうのはできてないと思うんですけど、だんだんできてくると思いますよね、はい、お、これはワンタッチで西澤へ、これですね、セレッソですね。今最高のワンタッチプレーで西澤に通ったんですが、今のは西澤と柳沢のコンビですけどね。今のは柳沢ですか。そこを落とされたところ、今、はい、右サイドで水沼さん、ね、狙ってましたよね。森島が動き出してるんですよ、早いんですよね、あそこが。テリーマにフリーになりました。さあウクライナここはチャンスか。
ここのディフェンスはどうか日本。やや後手か。右サイドに回りました。ウクライナ。アレックスがディフェンスついています。さあ、分厚く攻めてきた。中に入れる。ズモフ。ズモフがファーストタッチちょっと思うようにいかなかったでしょうか。そうですね。はい。ただ今のは前線のズボフとゴロベイですかね、その2人に対してはきっちり数的優位ができる3人応対してましたからね、はい、大丈夫だったと思います。はい、さあ西澤です。おっと福西ですが、福西から戸田、アレックスが酔うような動きを見せました。左サイド開いています。そのアレックスに来ました。ウクライナがまたこの今日のアレックスを肌で感じてどのように対処してくるかというのも試合が進んでいく上での注目ポイントですが、そして松田、宮本です。日本は今左そして右、市川が右左にアレックスと高い位置にいますが、市川ちょっと寄ってきた。前の西澤へ位置出ろ、位置出ろという声がかかりました。しかし市川では松田に戻します。ウクライナボールになりました。戸田のディフェンス、うまく回してきた。ウクライナワンタッチで回る、長いボールです。ウクライナの形が今できつつあります。跳ね返す、福西です。今の一連の流れですが、金田さん、はい、ある程度中盤はあのスペースをなくすようにして何度かこうプレスにかかるような形を作ったんです。いいプレッシャーだったんですよ、はい、で向こうもこう追い込められて仕方なしにこう出したボールがちょっとウクライナのチャンスになりましたけどね、はい、まあ、最終的に無理な体勢でウクライナもあのクロスを上げましたけど、そこはしっかりなかなかヘディングで応対してきたと、ディフェンスの方はあんまりこう問題はないと思いますけどね、はい、シシチェンコが今ボールをコントロール、サイドを変えます。これはアレックス自分で行くか。相手のボール回しですが、今こういう形ある程度安心して見られるようになった。そして動き出し、柳様いいタイミングでまたあの斜めに走り出していきました。柳澤です。しかしそれはつながりませんでした。宮本、松田、今日のね、はい、あの宮本なんですけどね、そのフラット3のラインを出て中盤でボールを奪いに行く、プレスをかけに行くシーンがね、はいはいはい、ものすごく多いです。多いですね。飛び出していってるんですね。結局さっきイエローの対象になったプレーも前はそうですもんね。そうなんですよね、はい、この辺はちょっと変わってきてるところじゃないですかね。すその辺はどうなんですかね、水沼さん、選手同士でやっぱりやってることなんですかね、はい、そう思いますよ、うん、ある程度水沼さん相手のやり方を見てということなのか、それとも多分そこをまず潰しとこうというような意識があるんだと思うんですよね、あまりにもこうちょっとワントップで1人引いてる形じゃないですか、はいはいはい、そこのボランチとディフェンスラインの間に入ってくる選手、はいはいはい、この選手に対してしっかり自分がまずプレスかけると、そういう狙いだと思うんですけどね、はい、こういうことを金田さん、はい、いろんなポジションで選手が自分の判断でこう自由自在にできるようになると一つ一段階レベルアップと言いますか。そうですね、はい、まあ、2000年のアジアカップの頃からそういった意味ではね、ディフェンスラインもある程度こう自分たちの判断でやっていくっていうところのシーンも多くなりましたけど、はい、確かに今言われているのは宮本が出てってるのは2列目にボロベイの後ろに10番の、ザカルルカですね、ザカルルカがいますんでね、浮いた状態になってるんでそこをケアしたいという個人の判断だと思いますね、はい、今回日本代表の最年長の森島博明も話していました。現在はある意味ではもう仕上げの段階であるから、日本代表はみんながチームとしてやること、それにプラスして自分たちのプレーをどれだけ加えることができるかが大事だと思いますという話です。今のいい展開でしたね、水沼さん、そうですね、作り方は右サイドで、はい、柳と西田の、ね、コンビから戸田に入って、まあ、戸田がやっぱりアレックス市川という2人の動きを分かってるので、分かってるっていう部分ありますよね、エスパルスのチームメイトです。しかし水沼さん、はい、本当に戸田も去年の5月にデビューを果たしたとは思えないぐらい、もうなくてはならない存在になってきましたね。いや本当そうですね、武神です。そしてこちらサイド、シシチェンコ、小柄ですがスピードがあります。日本の最終ラインあたりに4人の選手が上がろうというウクライナですが、ここでまたシ
試合前にも話していました松田です。その松田にまた来ました。1点をリードしています。前半24分に小田のゴール、コーナーキックからの流れの中で非常に4人5人とたくさんの選手が絡んでの素晴らしいゴールでした日本です。シシェンコからチャンスになります。さあウクライナ日本ピンチ、アレックスよく戻りましたよ。アレックス、いやここでもスピード行きましたよ。行きましたね。アレックスのズボフも速いですからね。速いですよね。今もねやはり宮本が出た後の中田が中にカバーに入る、はいはいはい、その空いたスペースを右サイド入ってくるっていうようなパターンだったんですけど、なるほど。あちょっとねアレックスが、アレックスちょっと痛そうな顔をしていまして今うずくまってしまいました。先ほどの守備をご覧いただきましたがちょっと心配です。アレックスです。ちょっと着地の仕方ですかね。ディフェンスを打った後の左のすねのあたりでしょうか、足首でしょうか、足首だと思いますけどね、はい、アキレス腱のあたりを今触ったようにも見えました。今日が日本初代表のゲームになりました。トルシエ監督はスタメンでこのアレックスを起用しました。あどうでしょうか、この雰囲気だとまた戻ってこられそうな感じにも見えるんですが、左の足首を痛めました。足首かふくらはぎだと思うんですけど、はい、ここです。着地のところですかね。うーん、それもこの後かちょっと分かりませんけどね、はい、かなりご家族のことも考えますと紆余曲折がありまして、去年11月にようやく日本への帰化が認められたというアレックスです。登録名はサントス・アレサンドロ。このブルーのユニフォームを着てワールドカップの本番を目指します。中に戻ってきました、はい、戻ってますね。そしていきなり今しっかりとプレーをしました。良かったですね、はい、ウクライナボールです。不審中央へ、ややクリアが小さくなりました。宮本の守備です。さあここどう守る、ザカルブカからゴロベイ、しかし石川のクリアしっかりつなぎます。戸田を見ていました。戸田が戻して松田、また攻撃にさらされます。グシンからのボールですがこれは流れました。いやクリアが相手のコーナーキックになってしまいました。落ち着いて対処してたと見てたんですけど、ちょっとやっぱり背後からがね、見えてなかったというか怖かったんでしょうね。あ最後は松田の左足でしたでしょうか。コーナーキックのピンチ、ディアに来た、さらわれる、これはクリアします。前半の42分です。前半あまり時間はありません。ここは非常に大事な水沼さん時間帯ですね。そうですね、この時間帯こういうボールが多くなってくると思うんですけど、はい、セカンドボールとかやっぱり気をつけたいですよね。右サイド、さあ戻してここは繋いできます。日本はいい攻撃をここで見せたいところです。しかしまたセカンドボール、あのね、拾われる奪ったボールがね、はい、処理が小さいですよ。あーなるほど、この時間帯を大きくした方がいいですね。はい、危険な時間帯です。さあ入ってきたボールで、ちょっと置き去りされましたね今。さあ早いリスタート来た、危ない。今ウクライナのチャンスがありました。いやウクライナのみんなも分かってなかったですよ。助かりましたよ。コーナーキック素早く来ました。他の選手がついていけないぐらい素早く蹴っていきましたウクライナ。今ズボフが蹴っていったんでしょうね。しかしちょっとヒヤッとするシーンが出かかっています。日本です。こういうところでまずは相手陣内に押し込むようなプレーが求められますが、先ほどのウクライナのチャンスです。いいトラップからゴロベ狙ってきました。しっかり枠に来ています。ああいう一発があります。手元の時計では前半の44分を過ぎました。今ね
はい、ラインを上げてオフサイドを誘ったじゃないですか、はい、選手が手を上げるよりも早くトルシエ監督と山本コーチが手を上げてました。そうですか、ね、あのあたりは、まあ、本当にトルシエ監督が就任した頃からチーム全員にトルシエ監督が教えみんなでやっていた動きです。さて水玉です。そして市川左足でちょっと逆になってしまいました。後ろから福西の上がりでした。速攻に合います日本。シシチェンコから中へ、これは繋がりませんでした。キーパーへのこれはバックパスになります。手は使えません。奈良崎のボール、これもやや小さい額に市川がいる。市川を狙いました。ここはある程度安全にも行かなくてはいけませんが、ちょっと消極的になると危険です。ロスタイムは1分です。左サイドバックネズマチに上がってきています。ワンタッチプレーをここでカットしました。あ、足を蹴られました。ファウルがありました。ウクライナ日本ボールになります。そろそろ前半が終了します。金田さん、はい、前半の印象はいかがでしょうか。そうですね、立ち上がり1本だけちょっと不安定でしたけど、はい、あとはディフェンスラインの統率も含めて、だいぶいい前半だったと思います。特に攻撃目においては両サイドがかなり高い位置で勝負を仕掛けられたというのは、やはり収穫ですよね前半の。そうですね、はい、結果となります。得点も1点しっかりとマークしました。しかしまた攻撃にさらされる。ザカルルクから遠い選手に、いい展開ですね、してウクライナいい展開。日本危ない。ゴール前ですよ。ゴール前もう前半ロスタイムです。日本ボールになった。さあ今度は日本1点カウンターのチャンス。柳沢が走る。パスがつながりませんでした。ここでホイッスルが鳴りました。前半終了です。前半の45分を終了しました。24分に戸田のゴールが決まりました。2002年ワールドカップイヤー日本の初ゴールは戸田。前半1対0日本がリードしています。後半のピッチに向かう日本のイレブンですが、背番号10番が見えます。中村俊輔が後半から日本のサイドに入ります。そして11番のフォワード鈴木隆之の姿も見えます。ですから前半活躍しましたアレックス・サントス・アレサンドロにおそらく代わって左サイドにこの中村俊輔が投入されるようです。柳沢の姿もあります。さあフォワード攻撃陣はどのような顔ぶれになるのか。後半がまもなくスタートするピッチです。放送席の解説は金田信俊さん、そしてピッチサイドは水沼貴史さんのダブル解説でお送りしています。前半24分に戸田和幸のゴールで日本が1点を先制しました。さあ金田さん、はい、アレックスは前半の最後にもちょっと激しいタックルを受けまして足を痛めました。そうなんですよ。それもあったのかもしれませんが交代です、はい、そのアレックスは踏まれただけで大丈夫だそうです。大丈夫ですか。あ、よかったですね。ただね、俊介はね、はい、前半終わってスーッと帰ってきたんですよ。でいきなりアップだって言われて急にアップを命ぜられたので突然ですよこれきっと。あ、そうですか、はい、脈上がりますねこれ前半はアレックス、そして後半は中村俊介です。後半がスタートしました。左サイド1点を追いますウクライナ。ウクライナのメンバーも確認できましたらチェックしていきたいと思います。さあまたゴールからのボールがセンターサークルの中、そして鈴木孝之、変わったばかりの鈴木がプレスをかけていきます。追っていきますがまたゴールからのキックです。森島と柳沢は残っています。さあ中村俊輔です。金田さん、はい、アレックス前半のプレーをもう振り返ってください。そうですね、はい、やっぱり何よりも長い距離を走って裏のスペースで勝負ができる、このランニングと、それから両サイ、左サイドに開いた時のボールを持った時の1対1の仕掛け、はい、そこからドリブルクロスっていうのを、ね、見せてくれたと思います、はい、十分アピールしたんじゃないですか。そして後半から中村俊輔、前半のアレックスのプレーを見てると思いますので、刺激ありますよね。間違いなくありますね。一番刺激受けてるのはフリーキックじゃないですかね。そうでしょうね、自分だったらっていうのもあったでしょうしね、だから後半のやっぱり左サイドっていうのは今度はやっぱり縦に勝負がするというタイプではないと思うんですよね。やっぱり中村俊輔は左サイドに攻撃の起点を作って、そこから大きな展開、はい、早めのクロスでありサイドを変えて市川の攻撃の能力の高さを引き出すと、こういったところでやっぱりこうチームに貢献するっていうのが中村の役割だと思うんですよね、はい、その中村行きました。
パス通ったら水沼さん、はい、本当破壊力増しますよね。いや増しますね。やっぱりそれを多分俊介は一番意識してるんじゃないですかね。なるほど、最終ラインの宮本です。中盤の福西と戸田のコンビは変わっていません。市川もいますね。そうですね、今お話ありました、その市川が来ました。縦パスを受けました。ですから日本は右は市川です。前西澤に代わって鈴木孝幸、柳澤とのアトラスコンビ。今までの日本代表の中で右サイドのディフェンスの松田が縦にパスを出して、はい、その右の選手が大きく引っ張るっていう動きっていうのは今までなかったですよね。そうですよね。オフサイド、これはオフサイドのフラッグ上がっているんですが、主審はこのオフサイドの判定は取りませんでした。そうですね、今取りませんでしたが、はい、多分ボロベイはオフサイドの位置だったんですが、抜け出たシシチェンコは2列目から出てきてオフサイドポジションではなかったという判断ですかね今は、はい、副審の旗は上がっていたんですが、主審のコン・ジョンチョルさん、韓国の旗ですが、自分の判断でオフサイドは取りませんでした。まあ、先ほどの金田さんの話ですが、今からボールに行こうという松田ですね。大体その松田の少し斜め前、右には鳩がいたというシーンが多くて、はい、鳩があれだけ高い位置にいたというようなシーンはやっぱりこれまでなかったですもんね。そうですね、逆にそういう意味では鳩のディフェンスの能力、左サイドで勝負する分中に絞ってディフェンスのバランスを考えるという役割というのがやっぱり鳩は持ってたし、それを忠実にこなしてたと思うんですよね、そこをこの市川が入れるとまた新しいこう発見スタイルというところになりますね。はい、トルシエ監督も前半でいろいろな、あ、ここは収穫だったぞというような思いがあるんではないでしょうか。これはウクライナボールになります。水沼さん、はい、中村は1年前のあの大敗したサンドリのフランス戦以来の出場になります。そうですね、いろいろ呼ばれてもね、はい、出られるチャンスがなかった試合もありましたけれどもね、はい、ああそうか、そんななりますか。途中体調を崩したこともありました。かなりあの気持ちの面では悩んだ時期もあったと思うんですが、まあ、去年はね、はい、あの立ち上がりからちょっとこう足首の怪我があったりしてコンディションも良くなかったっていうのはあったと思うんですけど、今シーズンのコンディションもいいですし、キックが何より今精度がすっごい高いですからね。そうですね、ぜひ中村俊輔のフリーキックを見たいんですが、ウクライナがボールを回します。いやしかし繋い方うまいですよね。はい、さまよ向いた、つまりのシュート狙ってきました。ミドルシュートです。それでは日本の後半のメンバーをご紹介しましょう。奈良崎、そしてディフェンスの宮本、松田、中田浩二、この辺り前半と変わりません。森島、福西、アレックスに変わりまして中村俊輔入りました。前半24分、戸田がゴールをマーク。そして市川、フォワードは西澤に代わって鈴木が入っています。柳澤と鈴木のアントラーズコンビになりました。清水さん、はい、その鈴木孝之なんですよね、昨日我々がウクライナを取材した時に、はい、チームマネージャー、このウクライナのまあ総監督とも言うべき人が、はい、あの去年 の、 あのカメルーン戦ですごいゴールを決めたのはあれは誰なんだと我々にすぐ聞いてきたんですよね、はい、まあ、鈴木なんですが、あのゴールは素晴らしかった、あいつは出るのかと。いや、ウクライナが一番警戒している選手ですね、鈴木はね、はい。まあ、ウクライナの今回のブリヤク監督も日本のビデオはコンフェデレーションズカップを中心に何本か見たと話をしていましたが、さあウクライナです。クロスが入ってきて反対サイドズボフ、あ、中村かわされる、いやー、うまいプレーだね。ズボフ救われました日本。今完全に金田さんやられましたね。やられましたね。まあ個人のテクニックズボフは持ってますしね、はい、ただこれはね相当やっぱり後半負けてるということもあって、今クロスを上げたのはバシチクですから、上がってきたのはディフェンスラインですからね、最終ラインにいた選手ですね、はい、あとはここは個人技ですよね、はい、中田浩二も一瞬にしてかわされました、まあ、こういうのが入ってればウクライナはワールドカップ出てきてるんじゃないですかね。なるほど、結構多かったですからね。シェフチェンコも結構外していたという話ですが、まあ、シェフチェンコはチームの7割ぐらい取ってますけどね、はい、他の選手が決めてればっていうところありますよね。さあ今度は日本、長いパスから鈴木孝之が行きました。ウクライナの後半のメンバーをここで改めてチェックしましょう。前半との変更は、ああ右のサイドバックにダドチェンコが入っていますね。そうですね、あの15番のポポフに代わって入ってます。はい、ただ後半になってあの14番の不審の真ん中を張るといいますかカバーするので、
すごく両サイド、先ほども金田さんおっしゃってましたけど、はい、攻撃的になってるんじゃないかなと思いますけどね。そうでしょうね、はい、森島です。ある意味では1点を追わなければなりません。ヨーロッ、これは裏によく出ました。うまく出ました。チャンスになる。森島にいい形でつながりました。コーナーを取りました。今後ろからボールが出てきました。あの辺が森島のね、ゲームの読む力といいますか、はい、やはりちょっとさっきズボフに決定的なシーンを作られた、冷静になりがちな雰囲気の中で上げられたのにもかかわらずコーナーに流しましたよね。なるほど、はい、そして中村俊輔のコーナーキック、後半日本1本目のコーナーキックです。さあここはどうするでしょうか。ニアに蹴ってった。おものすごい曲がり方をしました。まだあります。ワンタッチでダイレクトを狙っていきました。ミドルシュート。前半アレックスのコーナーキックは金田さん、ショートコーナーが多かったんですよね。そうですね、はい、まあ、確かに身長で日本はちょっと負けている点もあるんですが、しかしここはニアに曲げてきました。中村です。水沼さん、はい、まあ、本番を想定して日本のコーナーキックなんですが、はい、やはり対戦する相手国は日本よりも身長のある国が多いですよね、はい、そこでどのような作戦に行くかなんですけどね、まあ、今はあのニアサイドにピンポイントで合わせるようなボールを蹴りましたけど、まあ、それも一つなんですけど、はい、得点を取ったように、ね、やっぱり振って、スペースをこう生み出さなきゃいけないですよね。一発でということではなくて、はい、何度かこう左右に振るような形を作る、何本か、ね、日本のセットプレーというのはコーナーキックのパターンはありますからね、はい、それのこう精度を高めることも大事だと思いますけどね、はい、中村です。先ほどは守備でズボフにかわされるようなシーンもありましたが、何と言いましても中村はハーフウェイラインよりも前でのプレーを見てみたい。もちろん本人はサイドでは攻撃だけというプレーは許されないんで、守りも攻めも全部一生懸命全部やりますと話していました。そして前に来ればそれは僕のゾーンなんです。中村がどんなプレーをこの後見せるでしょうか。前半はアレックスがまずまず初代表の試合だったんですが、存在をアピールしました。それから水沼さん、はい、鈴木孝之と柳沢なんですが、はい、まあ、アントラーズで先週土曜日ようやくゴールは生まれたんですが、です、ね、鈴木がまだ今シーズン公式戦ゴールがないというのはね、まあ、結果が出てないというのはあるとは思いますけど、その分やっぱり代表戦でというのはあると思いますよ、はい、ウクライナのパスが精度きました。さあ中村のボール、あと今 ね柳沢じゃないですか狙ったの、はい、やっぱり柳も俊介が持っていい形の時にやっぱり動き出そうっていうのはね、すごく見えますね。そうですね、ほんで簡単にアイコンタクト成立しますね、あの2人も。なるほど。清水さん、はい、日本サイドですが、はい、小笠原がスタンバイしてますね。ああ、そうですか、はい、小笠原もトルシエ監督の下でついにフル代表の席を手に入れたんですが、あ、出てきますね、初代表の小笠原、初出場が近づいているんでしょうか。キミさん、はい、ウクライナの方は6番のリクンが出ますね。あ、なるほど、アウトは10番のザカルビカのようです、はい、こちらも6番のリクン、ウクライナ初代表の選手です。あ、これピンチになる、日本危ない、シュシュシェンコの右足でした。そうですね、はい、さあここで日本ウクライナ両チーム選手を交代します。後半の10分が過ぎました。前半の24分に戸田和幸のゴールで日本が1点をリード。まずウクライナリクンに変えて、ザカルルカに変えてリクン、そして小笠原が入ってきました。小笠原光雄、173cm 68kg、 22歳。まあ、これまでのワールドユースなどではトルシエ監督の下で世界の舞台を踏んでいますが、水沼さん、はい、今日は小笠原いよいよ初の舞台になりました代表です。そうですね、得意のトップ下ですからね、彼がしっかりとパスを作って、まあ、前のトライアングルはアントラーズなので、そうですよ ね、 そうですね、楽しみですね、今日は前半両サイドが清水エスパルス、そして後半はこのアントラーズのトライアングルが何を見せてくれるんでしょうか。鈴木孝之です。先ほど清原アナウンサーからリポートありましたが、コンフェデレーションカップのカメルーン戦ではあの2ゴールで世界に向けて華々しいデビューを飾りました。今アウトした森島がねすぐ横通っていったんですけど、はい、まあまあだろうっていうような顔してましたねそうですか、まあ、森島も金田さん、はい、
いつもながらの森島を見せてくれたという感じでしょうか。そうですね、はい、あとはやっぱり飛び出す動きっていうのがね、フォワードとの2トップの動きの組み合わせの中でできたスペースに飛び出す動きっていうのはちょっと少なかったかなっていう感じはしますけどね、はい、これどうですかね、今日アウトサイドがやっぱり高く張るじゃないですか、はい、ですからトップがサイドに流れるというよりも、はい、その外に張ってる分中で我慢してるから、森島が逆に出てくるようなところが今日はないのかなっていう感じがしましたよね。かもしれませんね。ちょっとドリブル来ます、ドリブル来ます、あの辺りはこうスペースに入ってこられました日本です。しかししっかりと跳ね返しました。そして市川がスピードに乗ろうというところだったんですが相手ボールになりました。さあディフェンスを見てみたいんですが、日本パスがつながります。ウクライナ確かに非常にヨーロッパの中でも個人技に誇りを持っているウクライナです。ディフェンスは奪いました。さあ狙った、いいとこ、柳沢向こうサイドフリーです。うまい、うわ惜しいな、わずかに右でした。落ち着いてたけどね、シュート。完全に今アントラーズのホットラインがつながった形、早速出ましたね。出ましたね、小笠原のフィジカルの強さ、はい、でもう本当に立ち上がりかけた瞬間のパスですよね。本当ですよね。柳もねキーパーを見て溜めて溜めて狙ったんですけどね、あれ中盤でディフェンスチャレンジ行ったのは小笠原ですよね。そうですよね。いや今日は本当に初代表のアレックスも前半活躍しました。そして同じく初代表の小笠原も今早速見せました。金田さん、こういう形で初代表の選手たちがしっかりとしたプレーをですね、はい、アピールしてくれると何かワクワクしてきますね。ワクワクしますよね、高原と明治に来ますよ。あそうですか、次々と選手を繰り出します。トルシエです。どうでしょうかね、前半は意識的に両サイド、後半はこのねアントラーズのトライアングルで中央突破っていうのがね、出てくる可能性は十分ありますね。今はもう一人アントラーズ中田浩二から柳沢へのパスがつながりそうです。柳沢と変わりますね。ということはそうですね、明神が市川ですかね、はい、ですから柳沢にしてみれば今日は代表10ゴール目というシーンはいやまだ分かりませんが、ないまま下がるかもしれませんが、今は本当に惜しいチャンスでした。そして鈴木孝之です。これは日本コーナーを取りました。ここで選手交代があるでしょうか。主審が選手交代に対してはちょっと待てと今していますが、コーナーキック蹴らせます。小笠原が蹴ります。ゴールに向かって巻いてくる右足ですがショートコーナーを使いました。さあここからです、中田浩二の正確な左足、反対サイドに市川か来ています。キーパー向こうサイドにクリアしました。ウクライナ、いやその前にゴールラインを割っていましたのでコーナーキックでしょうか。もう一度コーナーキックになります。はい、ここで交代です。明治は福西みたいですね。あ、ということはボランチに入るということですか。市川大輔はそのまま右サイドに残りそうです。さあ金田さん、はい、柳沢はどうだったですか。あのね、やっぱり動き出すタイミング、あるいは前半の1点に絡んだ冷静に戸田のポジションを見ててね、アシストをしましたよね、切り込んでからのシュートもありました。で今の決定的な小笠原からのスルーパス、日本に1本は決めてほしかったなと思いますね、なるほど。やっぱりそこでストライカーは点を取ることによってアピールするっていうところありますからね、はい、そして福西に代えて明神が入りました。日本のコーナーキックで再開です。チャンス、2点目を狙いに行きます日本です。後半の16分になろうとしています。ゴール前、長身の鈴木がいます。高原も入ってきました。そしてニアポストです。跳ね返しました。まだあります日本です。中田浩二が向こうへ、これはカウンターも注意しなくてはいけません。日本もう一度つなぐ、中村俊輔がここにいます。さあどうする、左足、ずっと水沼さん、今のはクロスですか。うん、クロスだとは思いますけど、はい、緩いボールでしたよね、そこにこう入ってきてくれみたいなボールだったと思うんですけどね、はい、清水さん、はい、ウクライナは19番のザドロジュニーが入りますね、はい、3番のネスマチュニーに代わって入ります、
左サイドバックを変えてきましたウクライナです。長いボールを縦に入れました日本。さあ前向いてチャンスになります小笠原。さあ小笠原どうする、前に来たシュート、うわ惜しいな、これはキーパーに阻まれました。素晴らしいプレーです。中盤にスペースができたのを見逃さなかったですね今ね、ドリブルしながら。あやっぱりいい判断ですよね、最高の判断ですよね、かわしました。そして左足、水沼さん、はい、入ってから小笠原すごく冷静じゃないですか。いや本当そうですね、いつもの小笠原というプレーを見せていると思いますけど、逆に俊介がなんで俺ここなんだろうっていうのがねちょっと表情見えるんですけどね最近のトルシエ監督の会見での言葉を聞いていますと、俊介を中で使うような気持ちは今は水沼さんトルシエなさそうですねみたいな感じなんですけど ね左サイドであるという言い方をしています。それから水沼さん、はい、小笠原は最近フリーキックもものすごいの決めてますでしょ。そうですね、まあ、これでまあ左右蹴れる人が揃ってるわけですけどね、はい、中村と小笠原です。そういうシーンもぜひこの後見てみたい日本代表です。ウクライナはネスマチニーに変えてザドロジュニーが今入りました。メンバーチェンジ。さあ長いボールを蹴ります松田です。鈴木を狙いました。そして高原が行きます。そしてこの高原にも注目しなくてはいけません。後半の日本です。アルゼンチンから帰ってきました。高原も金田さん、去年はアルゼンチン、日本といろいろ行ったり来たりもあったんですが、実は代表ではワンゴールもマークできなかったんですよね。これを本人はかなり悔しがっています。ただディフェンスがいても自分で突っかけて、自らの打開力で点を取りに行くっていう姿勢はね、ますます上がったと思いますよ、はい、高原は。その高原が今積極的に絡んでいくプレーもありました。中盤でウクライナの選手が1人倒れました。いや今ね戸田なんですけど、危ないですよね。あれやっぱりイエローカードの対象になり得るような、今流してもらいましたけど、ちょっとびっくりしましたけどね。僕は1点をリードしている日本の後半の戦いです。まもなく後半20分になります。長いボール入れてきて、さあ後ろからフォローも来ているウクライナ、持ってくれたか、助かりましたね水沼さん今のワンタッチは。そうですね、今そのままフィニッシュだったら怖かったですよね、角度もありましたし。さあ中村のワンタッチ、すごい、もう一度中村へ帰ってきます。さあ市川がゴール前に入ってくる、一人かわす、中村何を見せる、うわー、つながって、さあまだある、ほら小笠原、惜しい。長いスタジアムのスタンドは興奮最高潮。いや今のすごい展開ですね、展開、ベンチのサミアコーチニコニコしてますね。そうですか。いやでもこれだけ相手のディフェンスラインを振ったら最終的にはシュートフリーで打てますよね。本当ですね。今のね水沼さん、はい、最後小笠原のシュート浮きましたけど、はい、コースはぴったりでしたでしょ。あれいいコースでしたね、やっぱ狙ってましたよね。いや中村もこのクロスの前のあの市川へのサイドチェンジのボールがすごかったですね。いやしかしね、アレックスに相当刺激されたと思うんで、ディフェンスは縦を切ってきたのに無理やり行きましたね今ね。行きました、勝負に行きました、勝負にね、はい、縦に勝負をして抜こうとしました中村俊介です。いやでも水沼さん、はい、本当に左サイドどうしたらいいんでしょうね。日本はたくさん出てきましたね。左サイドもそうですけど、小笠原見てると真ん中もどうしようというようなね、形にもなってきますよ。やっぱりどこも熾烈ですよ。すごい戦いですね。来週はヨーロッパ遠征でいよいよ海外組も合流してくる日本代表です。イタリアのパルマから中田英寿、そしてイングランドポーツマスの川口義勝、アーセナルの稲本潤一、さらにはオランダのフェイエノールトで大活躍をしている小野伸二もいます。誰を使うんでしょう。さあこれは中村の前、ちょっと合いませんでした。そしてもちろんフォワードの争いも熾烈です。
ワールドカップのメンバーが正式に決定する23名の発表はちょうどあと2ヶ月後、5月の21日です。ボール狙っていった市川大輔のシュートでした。そして松田、ここは余裕を持って正確なクロスを上げたい。鈴木が折り返す、高原入っていました。そしてウクライナです。ここも水沼さん、はい、後半の立ち上がりウクライナかなり攻勢というシーンもあったんですが、はい、ややスタミナの点もあるんでしょうか。少し落ち着いてきてますか。まあ、そうですね、前半もそうなんですけど後半も立ち上がりっていうのはやっぱプレッシャーかけてボールを奪って細かくつなぎながら展開しようというような意思が見えますよね、はい、ただ今日本の展開が非常に大きいじゃないですか、やっぱり的を絞らせてないっていうのが言えると思いますけどね、相手にその非常に守りづらさを感じさせる日本の大きな展開です。さあウクライナのビルドアップですが、ああ高原がチェイシング、大きなボールを蹴ってきました。金田さん、ああいう形で大きなボールを蹴ってくる、確かに前に速い選手がウクライナはいるんですが、はい、まあ、それほど怖くないというふうに見ていいでしょうか。やっぱり立ち上がりというのは前後半そうなんですけど、中盤の選手のあの大きなボールに対してのフォワードに対するサポートというのはものすごい速いんですよね、ただちょっと今やっぱ落ちてますんで、はい、時間帯とともに体力、これはロングシュート狙ってきましたが外れます。はい、まあ、体力的なもの、それからそれが落ちることによっての頭の回転のスピードですよね、この辺がやっぱり落ちてくる部分だと、これは前半も見ててそうだと思いますし、プレーオフを見ててもそうだったんですよね。ウクライナのチームですね、はい、ここでまた選手交代があります。オレクサンデル・ゾトフ選手が入ります。はい、18番のゾトフが入りました。8番の選手がアウトです。8番のティモシューチックがアウトです。はい、ティモシューチックに代わりましてオレクサンドル・ゾトフ、このゾトフも初のウクライナ代表キャップになりました。ゾトフも出場です。ああ、これいかがつながれました。前を向きました。さあボロベイだ、ここでズボフがいます。さあなだれ込んできたウクライナの選手、一気に上がってきました。まだ日本のピンチが続く。グシン、そして左足シュートを打たれました。19番の今ザドロジュニーのシュートでしょうか。しかし日本です。さあ高原が前向いた、高原ドリブル、高原、中村俊介に振りました。鈴木孝之が向こうへ行く、その鈴木孝之を見た、逆サイド詰めてる、いいんですよこれね、はい、今後ろから市川大輔、そうなんですよ、そうなんですよ、このね距離を走ってあそこに逆サイド行けるっていうのは本当強みですね。いやいいボール蹴りましたね。また中村はもう少しで鈴木が折り返して高原というシーン、そしてその後ろから市川もしっかりフォローに上がってきていました。さあ陸君です。日本のいい形、はい、清原さん、その間にウクライナもう一人選手交代です。はい、9番のズボフが下がりました。21番のセレブレンニコフが入りました。はい、今日はフィールドプレーヤーが6人までプラスゴールキーパー1人交代が認められています。キリンワールドチャレンジ、キリンチャレンジカップ2002日本代表対ウクライナ代表、前半24分に戸田のゴールが決まって日本1対0とリード、後半も新しく入ってきたメンバーも含めて素晴らしいシーンを展開しています。後半の25分です。選手たちの指示の声が聞こえてきます。今行けという声がありました。高原が追っています。そして今日は戸田と福西のコンビでスタートしましたボランチの2人ですが、途中から明神が入っています。さあ長いボールが、いやいやオフサイドないですよ。今中村俊介があれどうしてという、俊介は本当に、はい、すごいキックですね。こういうボール自分はこれだっていうね、プレーを見せてますね、はい、中村のキックです。これがオフサイドの判定になりました。高原が戻ってからまた前に行きました。ウクライナの攻撃です。さあここにボルベイ、日本も人数を揃えるゴール前です。シシチェンコです。しっかりと詰めていきました。市川大輔、ここまで下がってのディフェンスです。市川も4年前に比べて成長した面というのを聞かれまして、やはり一つにはスタミナを上げていました。
最初はもう最初から目いっぱい行くとすぐに疲れてしまったしペース配分をしなければいけなかったんだが、さあこれだ、中村が今度は下がってきています。今はもう90分間目いっぱい大丈夫という市川大輔、トルシェ監督も市川はまだここまで変えません。今日は何と言いましてもこの市川大輔、そして左にサントス、アレサンドロ、アレックスという布陣でスタートした日本代表です。あの守備の時の今みたいなボール俊介戻ってましたよね、はい、あそこの戻ってる位置が僕は微妙にね他の選手と違うなっていうのは1メーター2メーターだと思うんですけど、はいはい、より次にボールを奪った時に前でプレーしたいっていうポジションなんですよね。ですからもっとこうディフェンス、もともと関連ディフェンスの選手であればもっとゴールサイドにね、ポジション取るんでしょうけどね、その辺はどうなんですかね、水沼さん。例えばね、はい、今のような次の展開を考えてボールを受けたらすぐ攻撃に移れるポジションというのはゴールサイドじゃないということは、はい、逆に周りのディフェンスというのが俊介に任せた時に破られたらちょっとやばい、危ないなっていうシーンも同時に考えられるじゃないですか。そうですよね、この辺はね、本当にこれはうまい、前向きました。さあ日本ピンチになるか、変わったばかりの選手からさクロスが入ってヘディング、ディフェンスの前に体を入れられましたが相手もいいクロスを上げてきました。セレブレン・ミコフが背番号21番ですが途中から入った選手、非常に能力の高い右のミッドフィールドもできるという選手ですが、さあウクライナも、まあ、疲れの中でも若い元気のある選手も投入してきています。後半28分です。松田、前半のアレックスもすごかったんですが、松田が縦に行って小笠原を経由しました。ここで明神から戸田にボールが回ります。戸田からもう一度宮本、あそこで中田浩二が上がってあげれれば、はい、上がりましたが、俊介サイドは2対1の局面なんですけどね、ちょっと遅れましたか、はい、中田が結局クロスのような形で入れていきました。遅れたというよりやっぱり鈴木が戻ってきて、はい、中田が逆に上がれなかったということも同時に考えられるんですけど、あの辺がね、まあ、僕の言ってることが全て正しいとは思いませんけど、コンビネーションの中で出来上がっていくと押し上げがさらにできて、なおかつ両サイドで数的優位をとりあえず作れるというようなところでね、はい、支配率もまた変わってくるような気もするんですけどね、はい、小笠原です。
何度も上げています。またウクライナが選手交代です。ボロベイに変えましてフォワードのメラフチェンコを入れてきました。どんどん新しい選手がウクライナも入ってきます。ウクライナのチームの目標は2004年のヨーロッパ選手権本大会に出場することです。清水さん、今年の9月から、はい、あ、日本サイドごめんなさい、はい、鳩が今スタンバイしてますね。そうですか、はい、そこで鳩が入ってきますか。さあ、かなりのこれは刺激を受けているはずです。鳩です。そのまま1カード変えるんでしょうか。そして中盤の小笠原、中村俊介、中村から前、鈴木です。鈴木もゴール、結果が欲しい。自分で行く、おー、入ってきました高原です。すごいスピードで突っ込んできました小笠原です。ここで鳩がどうやら登場してきます。おそらく市川に変えてくるんでしょうかね。そうでしょうね、はい、1対0と日本がリードしています。明神から下げてここは中田浩二、宮本、これだけいい内容を随所に見せてきている日本ですから、高原鈴木あたりのフォワードにもう1点欲しいところです。高原頑張った、囲まれた、ウクライナボールになります。ここから相手のスピードに対してどう対処するか。日本ちょっと遅れました、ウクライナ遅れました。日本ボールになります。縦を向く、1対1の激しい戦いになりました。ここで市川に代わって鳩です。水沼さん、はい、市川はかなり爽やかな気持ちでベンチに戻るんじゃないでしょうか。そう思いますね。なんか足取り軽いですもんね、帰ってくる足取りが普通ね、ぐったりという感じで帰ってくることもあるんですがね。自分は本当にいいプレーをしたなっていうね、気持ちで帰ってきてると思いますよ。さあ、そしてこちらはかなりすごい競争で入っていきました鳩です。市川大輔、4年ぶりの代表のゲーム、トルシエ監督の下では初めての代表のプレーでした。後半の34分です。さあ、ここで戸田、そして中村、その前に戸田がファウルを受けました。いや、見せ場来ましたよこれ、フリーキック、フリーキックですね。まあ、狙えるのはちょっとありますけど、ボールを見るのは楽しみですね。はい、ここはやはり中村ですかね。小笠原も蹴る構えではいますがね。さあ、遠いサイドに鈴木、高原もいます。中村蹴りました、ゴール前、ウクライナ、あ、ここに詰めていく、いいディフェンスだ小笠原。さあ、そしてチャンスになる、高原、高原もう一回ある、まだあります。さあ、中村だ、ワンタッチで入れてカーブがかかる。小笠原の素晴らしいディフェンスでした。さあ、これは鈴木、懸命に跳ね返すだけ、ウクライナタッチ逃れました。どうですか、今高原がゴールキーパー抜き行ったじゃないですか、はいはいはい、最近ものすごいあれをやるんですけどね。あ、なるほど、アルゼンチン仕込みなんでしょうかそしてまた高原でヘッドで鈴木、強い、さあ強さ見せる、今鳩も絡んできています。そしてここに、さあ上げられるか、いや、ここはもうクロスを絶対に上げないといけないんだというような気持ちが伝わってきましたが、しっかりコーナーを取りました。ここですよ、あ、小笠原のこのプレーですね。小笠原の中村のフリーキック跳ね返された瞬間にこのディフェンス、これが効いたんですよね、はい、そして高原、ここで行く、日本のコーナーキックの再びチャンスになりました。中村が蹴って、いや、ギリギリのところを狙ってきました。そして鳩と中村俊介のコンビ、さあ、ここはどんなボールが上がってくるのか、かわしに行く、あ、今岡根さん、かわして最後右足でというようなそんなイメージだったでしょうかね。そうですね、ディフェンスがちょっと読んでましたけどね今のは、はい、左サイドでも、それからこうやって右サイドにいても非常に魅力のあるプレーができる中村俊介。5番のバスチュークがしっかりとこれは足を出していきました。1対0とリードしています。この時間帯です、後半の36分、中村俊介、今日は何度も体を張っている。
30分を切りました、はい、今年のスタートのゲームです。まずはどうですか、勝ちにこだわらなくてはいけないという日本でしょうか。そう思いますね、やっぱりこの時間帯まで来たら、まあ、内容はね結構ある程度今日出てると思うんですよ、はい、ですからあとはもうこの10分本当に勝負こだわっていいと思いますね、はい、そうなりますと金井さん、はい、絶対に失点はしてはいけないということですから。そうですね、はい、僕はできれば残り10分まだありますので追加点欲しいなと思ってます。はい、あまりここで完全に引いてしまうような気持ちになってしまうと逆に危なくなります。まあ、そんな選手たちはないと思いますよ。今戸田のポジション見てくださいよ、前ですから。戸田前、そうですね、今左サイド、こちらサイドですが前に行っていました戸田です。チームとしてしっかり勝ち切ることも大事ですが、それぞれが本番のワールドカップに向けてのアピール場でもあります。鳩が絡んで高原、高原左足で強いシュートだけどな、あの体勢であの強さのシュートが打てるんですからね。はい、ちょっと体重がこう後ろに残りながらというようなシュートでしたね。今です、鳩の気持ちの入ったプレー、そして高原打っていきました。日本まだチャンスだ、鈴木から中へボール、また今ゴール前に行ったのは戸田ですか。戸田です、戸田上がってますね。明神が入ってきたんで、もう明神頼むという感じでしょうか。後ろここはもう一度右サイド、さあ鳩の見せ場だ、中に入ってくる。いやー、鳩も気合で上げてますね、水沼さん。本当そう思いますよ。あのね、そんな無理をしなくていいと、あんなにね、縦にね、行ってる選手じゃないですもん、そうなんですよ、いや本当にアレックスと市川大輔効果というのは計り知れないものがありそうですね。後半の38分です。もうすでにその市川とアレックスは退きましたが、チーム全体に本当に新しい風を吹き込みました。この時間帯に来てもトルシエ監督はね、冷静ですね。静かですよ、今日はしっかりといろいろ見てるんでしょうか。トルシエ監督1対0とリードです。日本の本番までの強化試合は今日入れましてあと8試合です。今日試合が終わります。明日こちら大阪でトレーニングをして、明後日関西国際空港からヨーロッパに行きます。来週はポーランドでアウェーのゲームが予定されています日本です。ここで奪いました、中村俊輔、ここはしっかり止めました。こういうプレーに対してもスタンドからうわーという大歓声です。いや本当そうですよ、今それに対して軽く乾いたプレーで、本当にドッと湧きましたね。はい、このテクニックです。
世代交代の時期だという代表チームです。何しろ98年のフランスワールドカップ、2000年ヨーロッパ選手権、今回の日韓ワールドカップ、3大会連続でいずれも最後プレーオフで敗れて涙を飲むというウクライナ。次のヨーロッパ選手権本大会出場が至上命題。さあ、しかしそのウクライナを相手にホームで戦っている日本1対0とリードしています。ナイスディフェンス、引っかかりました、中村俊輔ナイスディフェンス。高原からまたチャンスが生まれそうだったんですが、もう一度あります。明神もこのところ波動、それから戸田の台頭でちょっと出番が少なくなっていますので、今日はかなり気持ちも入っていると思います。明神にしてみれば来週は稲本も帰ってくるんで、今日出られなかったら本当にやばいですということを話していましたが、途中出場で明神出ています。さらに今回はあと鈴木秀人も最終ラインでチャンスを伺っていますし、まだまだ新鮮なメンバーもベンチに座っている日本です。鈴木孝幸、また鈴木孝幸にファウルがありました。ウクライナが鈴木へのファウルです。今日本はディフェンスに入った時に3回ほどいいアプローチでボールを奪ったんですよね、でその後がちょっとミスになっているので、それ大事にして本当に追加点を狙うような形欲しいですね。後半43分です。松田に出ました。さあ、これは裏に出て鈴木孝幸、キープした、シュートまでいけるか、日本粘る、高原後ろから来ています、明神来ている。選手が瞬間的にものすごい殺気を見せるという日本代表です。いや、すごかったよこのシーン、はい、本当に迫力ありますね。ボール際迫力ありますね、特に水沼さん、やっぱりボール際になんか出ますよね。出ますよね、モチベーションと言いますかね、はい、本当にはっきり出ますね、ロスタイム2分ですね。はい、ロスタイム2分です。それから金田さん、はい、今日は日本の、おっとこれ相手のチャンスになりますが、クロスが入ってくるか、ニア近いところまだあります、ウクライナのチャンス。ここはいやーちょっと変わってしまった。いや、今のは宮本悔しいですよ、すぐ読んでましたからね、はい、その宮本、ややピンチを招くような結果にはなってしまいました。今日は金田さん、ここまで、はい、最終ライン日本はどうでしょうかという話を伺いたいんですが、ちょっとウクライナのチャンスが続いていますが、そんなに乱れはなかったと思いますね、はい、もちろん立ち上がりのギリギリの線でね、一本抜け出たボルベでしたけど、そういったシーンありましたけど、あとは僕は最終ラインというよりもサイドに起点を作られて、最終ラインの3人の1人が引き出された時にボランチの選手がやっぱりゴール前に帰ってくるんですよ、はい、そのクロスに対してあってはいないですけど、ちょっとポジションでゴールサイドのポジションを取りきれないシーンが何回かあります。あ、その辺がちょっと気にはなりますけど、まあ、名前でいうとボランチ戸田とか福西というところ、はい、前半は福西、はい、後半はこの明神戸田というところなんですけど、そんなに多くはないんですよ、多くはないんですけど、はい、あそこでいいボールを入れられたらなっていう、その時にゴールサイドを取りきれてないっていうシーンが何回かありましたので、はい、それはこれからその修正をね、十分にしていけるというところだと思います。あの個人の意識だけなんですよ、はい、本当に、もう一歩変えればっていう安全な位置でポジショニングで対応できるっていうところなんですよ、はい、やっぱワールドカップっていうのはね、そんなに厳しいと思うんで、あの逃してくれませんよね、はいはい、そういうことですよ、はい、さあ鈴木にぶつける、あとこれはね、あの1メートル、2メートルとかね、ありますよね、1本2本の違いなんですけどね、はい、ロスタイムに入っています。ロスタイムももう残り1分を切りました。今は指示としては集中してシンプルにという指示ですね、はい、はい、前半24分に戸田和幸のゴールが決まりました。おっと、日本が1点をリードして、まもなくタイムアップの笛を聞こうとしている長居スタジアムです。中村俊輔も後半素晴らしいボールを何本も入れました。最終ラインを統率しました宮本です。無失点でこのまま切り抜けそうですが、まだ分かりません。グジンから向こうサイド、ウクライナも狙ってくる、
スチュークつなぎます。これはキーパー出ました。ゴールキーパーの奈良崎は今日はとにかくまず全体的に連携も含めてスムースにやりたいと話していました。ここまで失点を許していません。奈良崎も1年ぶり。そして鈴木から高原です。ヒールで鈴木へワンツーはここは合いませんでした。もうロスタイム手元の時計では2分経過しています。ここでタイムアップ。日本代表1対0ウクライナ代表を破りました。2002年ワールドカップイヤー日本の船出のゲームは見事な勝利で終わりました。前半24分戸田和幸のゴール、そしてアレックスをはじめとして市川大輔、さらには小笠原、こういったトルシエジャパンの中での新しいメンバーがしっかりと力を見せてくれました。いろいろな意味でこれまでになかった新しい発見、そして未来への希望を感じさせる長いでのゲームでした。